安野火山群の火山と溶岩の分布図 GIF 版、阿武火山群は、山口県萩市にある、独立炭性火山群である。気象庁と火山噴火予知連絡会による2010年代に、伴い2003年に活火山に指定された。およそ400平方キロメートルの地域に約40の炭性火山が点在する。個々の飛散体は小規模で11キロ立方メートルあるが、 火山群全体では3.5キロ立方メートル程度である。また、それぞれの小規模な飛散体は1回の活動で形成されたと考えられる。3体ごとに、玄武岩、安山岩、デーサイト質など多様な性質の岩質で形成され、流動性に富む溶岩流を伴うことの多いスコーリア球や、流動性の乏しい厚い溶岩流、溶岩塩超級、清掃火山などからなり、 形成年代と岩質に規則性はないとされている。主な丹性火山は、大島、愛島、笠山、戦国台、羽賀台、医療大山、鍋山など、約40の消火山体が確認されている。玄武岩、安山岩の溶岩も噴出し、笠井宮、溶岩流、溶岩大地、溶岩平潮宮などの火山地形がある。そのうち、スコリア宮は、笠山、 福場山、ゴンゲ山などに15個ほど存在する。また、海底火山が10程度存在するが、これは、本来の意味での海底火山ではなく、噴火時は陸上だった、飛散体が、その後の海面上昇によって、海面下に沈んだものである。このため、これらの火山は、海面下に沈んだ火山と表現される。KAR 年代測定結果より、200万年前150万年。 前の前期阿部炭性火山活動と約80万年前からの後期阿部、炭性火山活動に区分され、最新の活動は約8000年前の笠山である。2001年、火山学者の長尾隆が3300年前を最新噴火年代とする報告を行ったが、翌2002年の長尾の著書において8800年前と修正された。ありがとうございます。